どうもこんにちは、ムーピースの畑平です。今回なんですけども、イントロのアコースティックギターが印象的な曲トップ10、こちらを選んでいきたいと思います。選ぶにあたって一つ条件を設けまして、一バンドもしくは一アーティストからは一曲のみとしました。あとはあまりマイナーな曲は選ばないように、なるべく多くの人が知っている、世界的に見ても名曲と呼ばれているような曲を選ぶようにしました。まあ、基本的には独断と偏見で選んでおります。では早速ランキングに参りましょう。まずは10位、この曲を選びました。はい、10位はクイーンの Crazy Little Things Called Love を選びました。1979年リリースの曲で、翌年発売のアルバム The Game に収録されております。まあ、言ってしまえばただのシンプルな D のコードのカッティングなんですが、だからこそよりインパクトがあって耳に残るんだと思います。ちなみにこの曲はフレディ・マーキュリーが風呂場で思いついて、ギター片手に10分ぐらいで完成させた曲だそうです。まあ、フレディ曰くギターのコードは数えるほどしか知らなかったそうで、この曲も簡単なコードの組み合わせだけで作られております。ではどんどん参りましょう。次は9位、この曲を選びました。はい、9位はザ・バンドのザ・ウェイトを選びました。1968年発表のザ・バンドのデビューアルバム Music from Big Pink に収録されております。で、今回このランキングを作成するにあたって、いくつか同じようなランキングを参考にしてみたんですけれども、この曲は一切選ばれてなかったですね。なのでもしかしたらこの曲を選ぶのはあまり順当ではないのかもしれないんですけども、個人的にはなんで選ばれないんだろうなというような感じで、まあ、このイントロの乾いたアコギのフレーズも何とも言えず味がありますし、本当に噛めば噛むほど味が出てくるような、そういう魅力がある曲だと思います。はい、では次に参りましょう。次は8位、この曲を選びました。はい、8位はオアシスのワンダーウォールを選びました。1995年リリースのアルバムモーニンググローリーの収録曲で、シングルにもなっています。まあ、この曲はこういう類のランキングだとあまり上位には来ないんですけども、まあ、何位かには食い込んでくるような結構定番の曲ですね。まあ、ファットエバーも同じようにアコギのストロークから入るんですけども、まあ、出だしのアコギのインパクトという点ではワンダーウォールに軍配が上がるかなと思います。まあ、正直そんなにいろいろ語れるほど私がオアシスにあまり明るくないので、ちょっとボロが出る前に次に移りたいと思います。モーニングローリーは私も好きで昔よく聞いていて、まあ、名盤と言われているので、聞いたことない方はぜひ聞いてみてください。では続いて7位に参りましょう。7位はこの曲を選びました。はい、7位はエリック・クラプトンが1992年に発表した Tears in Heaven を選びました。まあ、この曲は日本でもテレビ等でよく流れていますので、皆さん一度は耳にしたことがあるフレーズだと思います。まあ、この曲はご存知の方も多いと思うんですけれども、非常に悲しいエピソードがある曲でして、当時エリック・クラプトンのまだ4歳だった幼い息子がアパートの53階から転落して命を落としてしまったんですよね。多くのファンがエリック・クラプトンが悲しみのあまり、またアルコール中毒、ドラッグ中毒に戻ってしまうんじゃないかと心配したんですけれども、まあ、彼は命を落としてしまった息子のコナー君に捧げるこの曲を作ることで悲しみを乗り越えたという、まあ、なんともやりきれないエピソードがある曲でもあります。では次のランキングに参ります。次は6位、この曲を選びました。はい、6位はボブ・ディラン1963年発表の Don't Think Twice It's Alright、 放題はくよくよするなよを選びました。で、この曲は3フィンガー奏法で演奏されていて、
そのスリーフィンガーの独特の音の感じが、まあ、なんとも耳に心地いいというか、スリーフィンガーの魅力が詰まっている曲だと思います。初めて聞いた時は、うわなんだこれって感じで結構衝撃を受けたのと同時に、本当にボブ・ディランがこれ弾いてんのかと思っちゃいました。結構ボブ・ディランはピックでジャガジャガ弾いてるイメージしかなかったので。でもこの曲のデモバージョンがあるんですけども、それを聞くに多分ボブ・ディランがちゃんと自分で弾いていると思います。だからボブ・ディラン結構ギター上手いんですよね。まあ、もちろん歌詞も非常にいい曲なので、聞いたことない方はぜひ聞いてみてください。では次に参りましょう。いよいよトップ5です。5位はこの曲を選びました。5位はサイモン&ガーファンクルのスカボローフェアを選びました。1966年のアルバムパセリ、セージ、ローズマリー&タイムに収録されております。まあ、この曲も日本でかなり有名な曲です。私は知らなかったんですけども、教科書とかにも載っているそうです。このアコギのコードの感じは何とも言えない不思議な魅力があると思います。個人的に思ったのは、霧深い見知らぬ森に迷い込んだ感じというか、なんか地に足がついてないような不安げな印象を受けました。まあ、正直サイモンとガーファンクルから何を選ぶかって、まあ、言ったら全部そうじゃないかっていう話で、まあ、結構難しかったんですけども、やっぱり出だしのアコギが一番耳に残る印象的なのはこの曲じゃないかなと思います。はい、もうあとは上位グループを残すのみとなりました。だんだんあれとあれも出てないなっていうのが浮かんできていると思うんですけども、その曲たちがどんどん登場してくると思います。では続いて4位、こちらの曲を選びました。4位はビートルズの Here Comes the Sun、 1969年発表のアビーロード収録曲です。まあビートルズからも何を選ぶかっていう話で、まあ、イントロがアコギ主体の曲は実はそんなには多くないんですけども、だからこそ結構全部印象的で、まあ、言ったらイエスタデイもブラックバードもまあそうなんですけれども、まあ、アコギの音の魅力、フレーズの魅力、あとアコギの演奏としての魅力も加味して、今回は Here Comes the Sun を選びました。まあ、この曲はこのアコギのフレーズがそのまま歌のメロディーラインになっているので、本当にアコギありきの曲というか、アコギの魅力が最大限出ている曲だと思います。でこの曲で私が印象的に覚えている話がありまして、何の番組か忘れたんですけども、ギタリストのチャーさんが昔この曲を聴いた時に初めてアコギのティキティキっていうピックで弦を擦る音が聞こえて、それが衝撃的だったという話をされていました。確かに本当にその通りで、今聞いても、あ、この年代でこの音かってちょっと驚いてしまうぐらい、本当にビートルズの凄さがいろいろ詰まっている曲だと思います。ではいよいよトップ3を発表していきます。まずは3位、こちらの曲を選びました。はい、3位はローリングストーンズのアンジーを選びました。この曲は1973年リリースのアルバムゴーツヘッドスープからの先行シングルとして発表されました。まあいよいよ来たかっていう感じですかね。こういうランキングだとまず間違いなく上位に来る曲だと思います。まあ、正直個人的にはストーンズだと他にもっと選びたい曲があったりするんですけども、まあ、ベガーズバンケットのプロディカルさんとかすごい個人的に大好きなんですけども、まあ人気知名度を考えても、まあさすがにこの曲を抑えて他を選ぶわけにいかないだろうというような名曲だと思います。残すは2曲のみとなりました。まああれとあれどっちを1位にするんだって感じだと思いますが、第2位はこちらの曲を選びました。はい、第2位はイーグルスのホテルカリフォルニアを選びました。
1976年リリースの同名アルバムホテルカリフォルニアのタイトル曲です。このイントロのアコギは実際は12弦ギターというもので演奏されていて、このアコギの6本の弦がそれぞれ2本ずつになっているような感じなんですけども、それがすごい独特な響きになっています。でさらにギターの音がいくつも重なっているので、結構幻想的な、この曲の主題っぽい雰囲気が出ているイントロだと思います。この曲はイントロに限らずギターソロもめちゃくちゃ有名で、おそらくギターソロランキングとかでも上位に入ってくるような曲だと思います。これはもう説明不要の堂々のランクインだと思います。イーグルスはどの曲聴いても、曲がいいのはもちろんなんですけども、アコギの音がもうとにかくすごい耳に心地いいんですよね。もしこの曲しか知らないという方いらっしゃったら、ぜひ他の曲も聴いてみてほしいと思います。さて、いよいよ第1位の発表の前にですね、ちょっとこういうことをするのはちょっとチートじゃないかなとも思ってちょっと迷ったんですけども、1バンド1アーティストから1曲のみというルールを設けてしまったためにですね、ちょっと惜しくも落選してしまった曲たちをここでババッと紹介していきたいと思います。ではどうぞご覧ください。ということで、いよいよ第1位を発表したいと思います。とは言ってもですね、いやもう分かってるよと、どうせあの曲だろっていう曲が皆さんの頭の中に浮かんでると思いますが、なんとですね、ズバリその曲を選びました。ではどうぞご覧ください。はい、第1位はレッド・ツェッペリンの天国への階段、ステアウェイトゥヘブンを選びました。1971年発表のレッド・ツェッペリン4に収録されております。これはほぼ全員が予想していた通りだと思います。このアコギのイントロみたいなランキングだとほぼ間違いなく1位に来ると思います。でギターソロもおそらくギターソロランキングで1位か2位に来ることが多いんじゃないかなと思いますね。というかこの曲自体がロックの名曲とかっていうランキングがあったら、ほぼ間違いなく5位以内には入ってくるような、もう超名曲中の名曲という感じですね。今更何を説明することもないんですけども、この曲は約8分という非常に長い曲でありながら、出だしから終わりまでとにかく一切飽きる部分がないんですよね。静かなアコギのイントロから始まって、でリコーダーが入ってきて、で歌に入ってエレキギターが入ってきて、なんかメロディーはそのままでバックの演奏だけ変わったり、演奏はそのままでちょっとメロディーだけ変わったりして、なんかよくわかんないうちにちょっとどんどん引き込まれていって、チャカチャカチャーンとこう一番ボルテージが上がったところで、あの世界一有名な世界中のギター小僧がコピーしたあの伝説のギターソロが始まるという、とにかくギターの音も最高なんですよ。でギターソロ終わりもまためちゃくちゃかっこいいという、もうどうやって作ったのかよくわからないちょっと不思議な曲ですね。このままいくとちょっと天国への階段を語るという動画になってしまいそうなので、この辺でやめておきます。もしこのイントロしか聞いたことがないという方いらっしゃったら、ぜひ曲を通して聞いてみてほしいと思います。というかこのレッド・ツェッペリン4というアルバムごと聞いてください。さていかがでしたでしょうか。もちろんいろんな意見があると思います。古い曲ばっかじゃねえかとか、有名バンドばっかりであれどれも入ってねえぞっていう、
ボストンのマーザーフィーリングとか、ピンクロイドのウィッシュユアヒアとか入れろよっていう声もまあ聞こえてきそうなんですけども、まあ独断と偏見で作ったランキングですので、どうかご容赦いただきたいと思います。すいません、余談が多くて長くなってしまいましたが、ここで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。